食べれる卵の黄身だよ。ちょっとずつでいいよ。あ、お利口さんだ。お利口さん。お利口さん。疲れちゃったら少しねんねしようか。ね、あれだけママ呼んでたんだもんね。ね、疲れちゃったよね。大丈夫？よし。もぐもぐできた？食べたかったら食べて。いらなかったらいいよ。うん。あ、チー泣いてくれた。ちょっとお口拭く？お口拭こうか。お口拭こう。いいよ、リカちゃんだね。リカちゃん、ね、雨の中ずぶ濡れになって多分巣から落ちちゃったんですけど、ママを呼んで泣いてました。野生の子は保護してはいけないのは十分わかってるんですが、どうしても見過ごすことができずに連れてきました。お、大丈夫かな。うんうん、ね、卵の黄身がいいみたいだったのであげてみてます。どう？少しさ、あったかいところでねんねしようかね。多分左足を怪我しています。そして大きいうんちをしました。首を上げてられるので、あとはスズメちゃんの生命力に任せるしかないですけど、うん、パクパクできた。卵食べてみる？あまり、うん、あ、ピー泣けた、ピー泣けた、うん、ピー泣けたね。おはよう。ああ、よかった。元気出てきたかな。今ご飯にするからね。頑張れ、頑張れ。2日目の午後です。ミルワームをちぎって2匹分とりあえず口の中に入れました。あとはベビー用のフードを練って、うずらの卵の黄身と一緒に
流したんですけど、自分から口を開けてくることはないので、かなり危険な状態です。さらにミルガームを3匹ちぎってあげました。やっぱり生の虫はちょっと元気が回復してたかもね。視線に帰るよ。君の居場所はここじゃないからね。うん、大丈夫大丈夫、頑張ろう。